鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。それでですね、今日は Apple イベントについて見ていきたいと思います。それではやってみましょう。Apple イベントは10日に、開催をされました。で、iPhone と Apple Watch と AirPods と、そして Apple Intelligence に、1時間半ぐらいやってましたね。で、やはり、前々回か、ちょっ と予想動画でですね、話をしたと思うんですけれども、Apple Intelligence にフォーカスをしてました。某日経がですね、Apple が出遅れみたいなことを書いてましたけども、ChatGPT がと出て、生成 AI に Google とか Meta が参入したけどって書いてあるんですよね。で、それはサーバーベースの生成 AI の話で、今回やってるのは、オンデバイスの生成 AI なわけですね。それがごっちゃになっていて、単に出遅れとか書いているんです。まあ、今回の Apple Intelligence は OS ベースだというふうに思います。まあ、ということで、生成 AI が OS に入って、UI を獲得するっていうのが、一番の目玉なのかなと。金曜日から予約が開始されて、20日に発売ということなので、あと iOS については17日のリリースのようです。それとあとですね、Wi-Fi 7については全然増えてませんでしたけれど、スペックシートを見るとしっかり入っているので、しかも16と16 Pro の両方 Wi-Fi 7に対応しているということで、これはいいなと。ということでですね、AI とニューラルエンジンの関連はですね、一緒にやるとかなり長くなっちゃうんで、ちょっと別にしたいと思います。で、まず、Apple Watch ですね。シリーズ10から始まりました。で、ディスプレイが 40% 明るくなって、アルミ素材で光沢あるケース、磨き上げられたケースに、今回、ジェットブラックってやつが出てきましたね。このジェットブラックだけが磨きのかかったやつで、シルバーとローズゴールドは今まで通りの質感ですね。それと薄くて広くて見やすくなるっていうのも非常にいいなという感じで、今までにない進化かなと。 10% 薄くなって、それから 10% 軽量になってと、厚さが 9.7 ミリになったということで、それとあとですね、もともとついてたスピーカーが強化されて、直接 Apple Music なんかの音が聞けるようになったと。まあ、今まで電話はできたんだけれど、なぜかコンテンツの音は出せなかったんですね。で、これもどんな音かなって、あんまり期待はできないと思うけども、面白そうだなと。それとあとですね、水圧が50メーターまでっていう風に出てましたね。あともう一つチタンのケースも出てきて、これも軽くてすごそうだなと。と、色がですね、ナチュラルとゴールドと、なんだ、スレートって言ったかな。なかなかこのゴールドは高級感があるなっていう感じがしました。ただ高いですけど。それからあと30分で 80% の高速充電と。これはいいなという。やっぱり時々ですね、充電をし忘れるっていうのがあるんで、気がついた時にちょっと待ってればね、いいと。それから運動系としてですね、さっきの50メーターの水圧っていうのもありましたが、水深系と水温系、あとは潮位系っていうのが測ることができるようになったということで、こう泳いだり潜ったりすることに結構、フォーカスしてるなという感じがします。で、チップはですね、S の10ということで、4コアのニューラルエンジン、マシンラーニングに対応しているということ、トランスフォーマーモデルを使って、インテリジェントな機能を動かすっていうふうに言ってました。Siri の反応も良くなるのかなと。あと、そうそう、ニューラルエンジンによってこのダブルタップも感度が良くなると思いますね。そして音声入力とか、あとワークアウトの自動検出なんかも良くなるんじゃないのかなと。通話中の雑音の除去ですね、声喋っていて、これもなんか進化しているようです。で、そこでですね、ちょっと注目がスリープアプニアっていうのかな、と 無呼吸症候群の検知ということで、 OS の機能なんでシリーズ9でも可能ということですが、無呼吸症候群の検知をすることができると。これはなかなかで、しかも米国の FDI とか日本の厚労省の認可もどうもおりそうな感じです。で、これは健康ケアにはとても重要だなというふうに思います。そしてあとウルトラにもですね、新しいブラックチタンが加わったということで、ただこれはそれだけなんで、ウルトラにあまり変化はなかったと。
ということでですね、磨き上げられたケースのジェットブラックっていうのはなかなか、いいなと。で、大きめになって薄くなっているのもいいと思います。予約開始されていてですね、20日から出荷ということで、今見たら10月の8日から10月の16日までっていう出荷日時になってますね。で、次にですね、AirPods 4が出ました。アクティブノイズキャンセレーションと、内容的には H2 チップが、搭載されていると。と、プロと同じようにアダプティブオーディオとかができるようになって、まあ、環境に合わせたノイズ低減ということですね。それから、あと AirPods Max が USB-C に対応をしたと。なんだけども、チップはH1 のままなんですよね。これはなんかあるなと。まあ、近々大きなアップデートの予兆かなという感じがします。と、それと、あとはまあ USB-C だけにしたというのはですね、それだけでも十分に今売れてるっていうことなのかもしれませんね。この AirPods 関係についてはですね、聴力チェックができるようになって、で、それによってですね、必要ならば補助機能が働いて外部音の適正化が行われる。通常聞く音楽とか YouTube とかの音声も自動でそれによって補正されるということですね。これもいい取り組みかなという感じがします。なのでヘルスケアについては Apple Watch もAirPods も両方ですね、コミットしているというところで、その姿勢が伺えるというところですね。そしてですね、iPhone 16、 この iPhone 16は Apple Intelligence のために一から設計をしたというふうに言ってます。カラーがですね、5色展開で、ウルトラマリン、ティール、ピンク、それとホワイトとブラックということで、なかなかいい色かなという感じがします。で、サイズが 6.1 インチと 6.7 インチ、まあ、ここら辺が定番の大きさになってきたのかなという感じですね。それとですね、アクションボタン、15 Pro で導入されているけども、アクションボタンですね、と、ボイスメモとか、曲の認識とかですね、機能が割り当てることが可能で、あとなんか時間帯によって出てくるものを変えることもできるようです。それから、車のロックの解除もそれでできると。で、あとですね、カメラコントロール、これも今回の目玉ですね。ここら辺につくわけですね。こうクリックするとカメラがすぐ起動して、このスライドをすることによっていろんなズームとかの調整ができると。このカメラコントロールは Apple Intelligence を活かすパワーツールともなると。それも新たな機能かなという感じがします。で、その Apple Intelligence の元となる A18 チップ、2世代アップしてるんですね。前回が A16 だったので A18 になったという。 LLM を保存できるメモリーとかも、あと帯域幅もしっかりと抑えてると。で、ニューラルエンジン、その中に、16コアのニューラルエンジンが、あってですね、あと機械学習が最大2倍高速化したということです。まあ、新しいニューラルレンジですね。それでさっき言ったようなシステムメモリーの帯域幅が 17% を拡張して、3ナノメーターの線幅で作られていて、で CPU は6コアで 30% 高速で、 GPU は5コアで 40% 高速で、しかも 30% 少ない消費電力で動くと。その後ですね、Apple Intelligence の説明が結構長く、フェデリギさんがですね、出てきてやってるんだけども、それは、次回に回すことにしてですね、今回のチップ設計は、その iPhone に向けて Apple Intelligence のためにチューニングしたということを言っています。やはり Apple Intelligence、AI を動かすためにしっかりとこのチップ設計もしたということのようです。で、それとですね、カメラコントロール、このカメラコントロール、身の回りのものをこうやって覗くことによって瞬時にいろいろなものが確認できるようになる窓口になるということを言っています。だから単に写真を撮るというだけではないということですね。そのカメラコントロールなんだけども、クリックするところでカメラが起動して、そのままの位置でもう一回こうクリックするとですね、今度はシャッターが落ちると。それから、あと、それ長押しをすることによってビデオ撮影もできる。あちこちいじり回さなくて、同じところでずっとカメラだったりビデオだったりが撮ることができる。多分長押しをするっていうことでですね、間違ってですね、撮ったつもりが止めてたみたいなことがこれからはなくなるんじゃないの
かなというふうに思います。それからあと軽く押すとですね、他の UI の要素を消すことができたり、2回やることによって他のコントロールを表示して、例えば被写界深度の調整をするとか、いろいろなことができるようですね。なかなかすごそうです。ちょっと使ってみたいですね。そのカメラなんですけれども、2眼カメラになって、メインのフュージョンカメラが48メガピクセルで28ミリなんですね。プロの場合は24ミリなんで、プロに比べるとちょっとアップ気味に映るということですね。2マイクロメーターのピクセルで F1.6 ということで結構明るい。で、中央のピクセルで2倍望遠のフル画像にする、そのフュージョン機能っていうのが搭載されていると。2倍望遠もこのレンズだけで、可能になるということです。それに加えてウルトラワイドということで22メガピクセルですけども、 1.4 マイクロメーターのピクセルで 13mm F2.2 ということで、今回からこの、それを使ってマクロ撮影ができるようになると。であとこの2つのカメラで空間フォトも撮れるようになって、 iPhone で空間フォトが撮れるのは初めてですね。そしてあとこれはちょっとチップの話ですけどね、ハードウェアレーシングで水面の映り込みなど細かく描写が可能になると。バイオハザードなどのゲームもできるようになりますと。ということでですね、今回の iPhone16 についてかなり長い説明をしていました。結構気合が入っているなという感じですね。なのでスペックもその手抜きのないおすすめ感がある iPhone だなという感じがします。 Wi-Fi 7対応もいいと思います。そして iPhone 16 Pro に移るわけですけれど、画面サイズが 6.3 インチと 6.9 インチということで、ちょっと大型化しています。その代わりベゼルを細くして大きくならないようにしているということですね。で、あと 120Hz のプロモーションは相変わらず滑らかだと思います。ボディがチタニウムでマイクロブラストっていう加工でですね、輝く質感、キラキラになってるわけじゃないようですけれど、今までよりは質感がちょっと輝きを増しているという。ブラックチタニウムは結構凄みのある色かなと。でナチュラルもホワイトも綺麗な感じだし、となんかデザートチタニウム色なんだけども、新しい色味が、いい感じかなというふうに思います。でバッテリーも強化されてますね。ただアップルインテリジェンスで搭載されるんじゃないかと思いますけども。そして iPhone 16 Pro はそのアップルインテリジェンスのために一から設計したって言ってます。iPhone 16 も同じこと言ってましたよね。このアップルインテリジェンスで iPhone 16 Pro の体験レベルが上がると。そしてですね、このアップルインテリジェンス、後で別にまとめますけれども、iPhone 16 Pro のために A18 プロチップが開発されたと。で、このチップはですね、Gen 2の3ナノの線幅のトランジスタが使われて、そしてその中の新しい16コアのニューラルエンジンにフォーカスをしてますね。生成 AI のワークフローに特化していると。いうことで、このニューラルエンジンは以前に比べてより速くてより効率的だと。メモリの帯域幅も 17% 増加したことも加わって、さらに Apple Intelligence と同時に設計されたって言ってましたね。なので Apple Intelligence の機能が 15% これによって高速になったっていうことのようです。で、新しくなったメモリのサブシステムでは、6コアの GPU と合わせてグラフィック性能が 20% 向上していると。このチップは。それから、CPU はパフォーマンスコアが2つ、効率コアが4つの合計6コアと 15% 高速化。で、しかも 20% の省電力化と。キャッシュを多く積んでいるので、AI のためにキャッシュを多く積んだんだと思うんだけども、ここもパフォーマンスに寄与している。それと CPU にはですね、ML アクセレーターが組み込まれていると。マシンラーニングアクセレーターっていうことだと思うんだけども、これも Apple Intelligence をパワフルに稼働させる要素となってるんじゃないのかなと。ということで結構いろいろな改善点を網羅しているようです。レイトレーシングが2倍高速になったということで、複雑なゲームも楽しめるようになったと。で、アップルインテリジェンスのことはかなりここでもう説明があったんだけども、ちょっと別動画にしたいと思います。ということで、それとあとですね、カメラ。カメラは新しいメインカメラ
ーであるフュージョンカメラと2倍早く読み取るクワッドピクセルセンサーということで、まあ、シャッターラグがなくなってくると。で、新しいカメラインターフェースで高速にチップに送ることもできて、だいぶカメラも性能が上がってきてるっていう感じです。24ビニで 2.44 マイクロメーターピクセルということで、ピクセルも結構大きいなという感じですね。F1.78 という明るさもちゃんと維持している。今回ここでですね、ウルトラワイドが48メガピクセルになってるんですよね。これが新しく導入されたカメラで、高画質なウルトラワイドで、 iPhone 16は12メガピクセルなので、プロとの違いはここになるなということですね。で、オートフォーカスのクワッドピクセルセンサーで13ミリの画角、1.4 マイクロメーターのピクセルで F2.2 ということですね。で、クローズアップの時も美しい、画素数が落ちないマクロ撮影になる。これがいいなというふうに思います。あと、あの 120mm の5倍望遠ですね。今これ 14 Pro Max なんで3倍望遠なんですけれど、これが5倍望遠が使えるっていうのは楽しみだなっていう感じがします。テトラプリズムによる 1.12 マイクロメーターのピクセルで F2.8 ということです。で、そして、新たなカメラコントロールも当然導入をされて、スライドでズームができたり、あと2段階シャッターが可能と。2段階シャッターっていうのは、一旦ピッとやって少し動かしてパチッとやるっていうことができるようになるということですね。それとビデオもスローモーションが 4K で 120fps で撮れるようになる、なのでシネマティックスローモーションが可能ですっていうふうに言ってました。しかも、あの、後でスピードを変えることができる。それとですね、スタジオ品質のマイクが4つ入っていて、オーディオの録音が向上していると。これをマイクに使えるぞっていう話ですよね。で、ボーカルや楽器にも適していて、空間オーディオで録音ができると。これはなかなか興味深いですね。それと、あとですね、まあ、よくこう、撮るとですね、あたりの残響が入ったりするんだけど、それをカットしてですね、スタジオ録音のような音にすることができるっていう。それから、一旦録音したものに被せて音を入れることもできるということでですね、なんか、あの、ミュージシャンが何かを元に歌を後から被せるっていうことが可能っていう、結構マニアックな仕様かなっていう感じがしないでもないんだけども。で、さらにウィークエンドの収録をやっているところをデモで流しています。これを使ってこうやってやってましたね。ということでですね、ニッチな設定かなっていう感じもするんだけども、逆にそれだけプロの世界にでも通用するという機能性というのはですね、それだけ質の高い映像を撮ることができるんだよっていうことを言おうとしてるのかなとも思います。ということでですね、 iPhone 16 Pro なかなかすごいと。チップもすごいし、カメラもすごいし、カメラコントロールもなかなか使ってみたいし、あと Wi-Fi 7にも対応してるし、とそして Apple Intelligence は iOS の新しい局面になるなっていうことですね。これがスタートだっていう感じです。歴史がここから変わるってちょっと大げさに言うと、そんな感じあるかもしれない。で、今回は、それとあとですね、仕様はですね、プロもプロマックスも共通なんですよね。なので、画面以外の仕様の差がないということなんで、6.3 と 6.9、どっちって言った時に 6.3 でもいいかなという感じもちょっとあります。ということで、今回の製品はまず Apple Watch のシリーズ10、それからブラックチタンのウルトラ、そして、WatchOS の11、無呼吸症候群に対すると健康プログラム、そして AirPods 4とAirPods Max。AirPods 4は、使いやすいものになったということと、AirPods Max は引き続きちょっと気になるなと。AirPods のところでも聴覚の健康プログラムがしっかりできていてですね、これもいいなと思います。で、あと iPhone 16 と iPhone 16 Pro。カメラの、性能が上がって、あと Apple Intelligence で身の回りのことを今まで以上に便利に
まあ、おそらくステージが変わるような便利さになるんじゃないのかなと。それからあと高速なチップも Apple Intelligence の実行に最適化しているし、まあ、結構攻めてきているなっていう感じがします。冒頭で某日経の話をしましたけども、他メーカーに比べてもかなり攻めているんじゃないのかなという感じがします。ということで今回の新しい iPhone は予想動画でも言ったようにですね、新しい時代の幕開けという感じで、iPhone は金曜日に予約が開始されて20日に発売はされる。それと iOS の18は17日にリリースということのようなので、これも楽しみだなと思います。で、今回はアップルイベントで発表された新しい製品について見てきましたけども、AI のところはまた別にまとめたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。この Vlog では Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチをお願いできれば幸いです。あと、面白いと思っていただいたら高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。